皆さんこんにちは。僕はハンマーバキの体を目指す筋トレ大学生です。今日はプランシップシャップのやり方を伝授していきたいと思います。まずはじめのステップはディップスです。筋トレ初心者の方はこれを行って上腕三頭筋を鍛えてください。次にステップ2、先ほどのディップスが余裕なら前傾で行ってください。こうすることで肩を鍛えることができます。前傾ディップスが余裕な方はお尻の位置を高く上げたタックプランシェの状態で腕立て伏せをやることでより効果的になります。そしてタックも余裕だっていう方は、足を開けたストラドルプランシェの状態でプッシュアップを行ってください。最終的に足を閉じて行うことで腕だけ伏せの完成になります。腕だけ伏せが連続で10回できるようになる頃にはこのぐらいの体になります。